ことに成功した石森小峠組。しかしその試合後、寡黙な男小川が大暴れ。おい、ふざけんなよお前。おい、せっかく 初チャンピオンだったのにお前、次の後楽園のあいつだって速攻やるぞ。おい、小川まさかの強行で両チームに因縁が生まれた。やられた鬱憤を晴らすべく再びベルトをかけ対戦するも、小川の熟練のテクニックが勝り、石森小峠組はわずか22日でベルトを失うことに。再び小川から屈辱を受けた石森。そして先日行われた前哨戦では小川から徹底した腕攻めに遭うも、一瞬の隙を突き石森が小川からスリーカウントを奪い一矢を報いたかと思いきや、ここで再び小川が大暴れ。敵味方関係なく蹴散らしていく。誰も手がつけられない小川は石森を徹底的に痛めつける。波乱必至、因縁の対決が迎える結末とは。第4試合 GHC ジュニアダック選手権、王者小川義成ダックセーバージュニア組対挑戦者石森泰治小峠厚志組。ノアの有明夏の陣 7.5 有明コロシアム大会4大タイトルマッチのスタートです。今年に入って3度目のこの顔合わせのタイトルマッチになります。 GHC ジュニアタッグ選手権試合、この選手権のベルトをかけた両チームの戦いは、チャンピオンチーム小川義成ダックセイバージュニア組対挑戦者チーム石森泰治小峠厚志組です。わずか22日間に終わってしまった石森泰治小峠厚志、元王者チームは第20代の王者でした。 4.1 後楽園ホール大会でそのベルトを取り返され、再びその年からベルトは消え去ってしまいました。今一度その徹底的にこの石森に狙いを定めた小川への鬱憤を今宵のタイトルマッチで晴らす、その石森の強い気持ちがおそらくはこの試合の大きな鍵になるでしょう。チャレンジャーチーム石森対小峠厚志組、再びその腰にベルトを戻すべく今有明コロシアムのリングに立ちました。去年の12月のここ有明コロシアムで新日本プロレスの重心サンダーライガータイガーマッチ組からノアのベルトを取り戻しました。ここから始まった2014年の石森小峠組との3度目のタイトルマッチになります。王者として、そしてチャレンジャーとして、この両チームが交わった過去2回、いずれもその試合内容プラス試合後の荒れ放題の小川の姿、
果たして王者組がすんなりと2度目の防衛に成功するのか、あるいはこの両チームの抗争がこれからも続くのか、今年3度目のこの顔を当てたタイトルマッチです。 GHE ジュニアタック選手権試合、小川芳成ザックセイバージュニア組対石森泰治小峠厚組、60分一本勝負の選手権試合タイトルマッチです。王者組から今一旦ベルトが返還され、この両チームによって争われている2014年の GHE ジュニアタックのタイトルマッチ、まさに今のノアのジュニアタッグの頂上決戦、一旦そのベルトが本部席に戻されます。チャンピオンチームにとっての今日が2度目の防衛戦、そして元王者チーム第20代石森小峠組がもう一度そのベルトを取り戻すことができるかどうか。ノアの挑戦者チーム190番の小峠組、王者となってこの試合でも主役になる小峠敦、全ての怒りをこの試合でベルトを取って取り戻す石森泰治。淡々と腕を殺しに行きますザックセイバージュニア、王者にして、そして今日も何を考えているのかさっぱり分かりません。不気味なこの小川芳成です。小川ザックセイバージュニア対石森小峠組のタイトルマッチです。放送席の解説は佐久間和彦さんです。佐久間さん、はい、特にこの前哨戦での小川の荒れ方を含めまして、はい、どんな試合になるのか非常に楽しみですね。そうですね、まあ、過去に、ね、こう2度タイトルマッチで対戦しているのでお互い手の内は分かっていると思いますけど、はい、チャンピオンチームの小川とザックセイバーはいずれの試合もペースを握っているので、そうですね、まあ、やっぱりこう自信を持って臨んでくるでしょうね、はい、それからあの前哨戦での横浜で試合後も含めて小川がこの石森の左の肩腕、はい、相当集中効果を浴びせましたね。そうですね、石森の、ね、左の肘にもテーピング見えますしね、やはりちょっとダメージがあるのかなという印象はもうすでにありますよね、はい、そうですよね、ちょっとその影響がどうなるかというところも含めて今日の試合の流れを決めるかもしれません。その肘にサポーターをつけている石森が先発か、小川はもう早くもコーナーに下がっています。GHE ジュニアタック選手権試合60分日本勝負、先発はザックセイバージュニア、チャンピオンチームチャレンジャーチームは石森泰治。さあ早い攻防でバックを取り合う両者、体を1回転してもう1回1回転ひねっていった早い攻防、もう魅力十分なこの2人の攻防ですね、はい、そうですね、まあね、2人はシングルでもねタイトルマッチの時に素晴らしい攻防を見せてますしね、はい、今日もねやっぱりもう早くも序盤からすごい展開が見られそうな予感がしますね。そうですね、そして早くもあ腕を踏みつけています、踏みつけています、そして手首を取り、やはり攻撃の的は佐久間さんどうしてもこうなってくるんでしょうかね。そうですね、あこれ石森すぐタッチします、いいです ね、 ですね、これはもうすぐさま無理をせずというところのようです、はい、試合前に石森に話を聞いたらやっぱ過去2回のタイトルマッチでですね非常に嫌なイメージがあると、こう正直にそこは話していたんですよね。そうですか、というのはやはりこうペースを常に握られてしまうということだったので、ペースをいかに握らせないように戦えるかというのは今日の課題だということをね、全然に話していたので、今早めのスイッチしましたよね。はい、そうですね、いずれもこう過去の試合ではタッチワークで翻弄されているようなところがありましたので、ちょっと意図的に早めのスイッチしたのかなというふうに今思いましたね。確かに小川とザックセイバージュニアのタッチワークというのは非常に早いですよね。そうですよね、もう本当疲れていなくても変わるっていう、ね、はい、ペースでタッチしてきますからね。で今日の立ち上がりなんですが、佐久間さん、はい、小川がもう選手コールを受ける時からもうすでにコーナーにいると言いましょうかね、はい、リングをちょっと離れて距離を取ってるんですけどもね。そうですね、あ小川入ってきましたが、さあリングの中に入って早くも小川が腕をグイグイと締め上げて、ちらっと今石森の方も見ました、腕の取り合いからホイップするか、いや簡単に両者投げさせませんが、どこまで引くか、ロープを掴んだ小川、もう、ま、この今の攻防を一つ見てみましても、はい、両者手の内分かってますからね。そうですよね、分かってますね、距離離れ際もそうですね、はい、水落ちのあたりにローリングソロット一発入りました。ただもう4人が4人ともテクニシャンであり、そして4人が4人ともその動きが十分分かっている中での戦いになります、はい、
これね、やっぱね、やっぱり小川が鍵を握ってくると思うんで、どのような策をね、仕掛けて自分のペースに持ち込んでくるかですよね。そうですね、まあ、長く新日本の手に渡っていた GHC ジュニアタッグのベルトを取り戻したのが小川とザックセイバージュニア。ところは同じく有明コロシアム、去年の12月でした。そこから小川組が防衛を重ねていく中で、3月の後楽園で石森小峠にこのベルトを奪われました。ただその奪った直後に小川がベルトを使って石森を大流血に追い込むとい う, そ, う、ね、その両者の攻防になりますが、さあここです ね, ねさあ腕を取りに行ったのは石森、ただすぐさま小川も体勢を立て直して目潰しに行った。見ています小川、ショルダータックル、さらに飛び越えて踏みつける。もう小川は次の、まあ、さらにその次の動きも読んでいるかのような。そうですね、ここですよね、リズムがこのままいかないようにしなきゃいけないですね、はい、攻撃するのかと思いきやすぐに速いタッチワークで、今度はザックセイバー腕を当然攻めていきます。そして指を取っていきます。涼しい顔してね、本当厳しいことをしますよね、はい、そうですよね。腕を取り、そして固めでこれ上から踏みつけています。これは強烈です。これ地味ですけどかなりきついですね、はい、今手首、そして肘が完全に固定された上で上から踏みつけられています。あの横浜での前哨戦も試合が終わった後ゴングが打ち鳴らされている中で、必要に小川はこの左の肩、それから肘のあたりを攻めていきました。飛び越えていきます。おっと2回転、さらに速い展開になってきそうだ。ザックセイバー飛び越えて、おっと足を取った、なんという動きだ。いやちょっと今のはね、予想できなかったですね、はい、これは見たことがありません。こういう切り返し方はどうでしょう、今世界を見渡しても見たことないないですよね、しかもあのスピードですからね、はい、有明コロシアムに集まったファンの皆さんも、まあ、まさに度肝を抜かれたと言いましょうか、びっくりする、そんな声を。そのそ、ね、特にね、そんなやっぱりこう腕攻めっていうのを意識していたところで足に来ましたから ね、 そうですね、下りもちょっと意表を突かれた感じがあります ね、 ね、上になっています。ボーアンダードを切り返していきました。さあまた速い攻防になるんでしょうか、捉えていった。さあ今度は空中戦になりそうだが、ここで1回転する、体勢立て直して、さあ今度は飛んでいった。フックアウトに乗せました。ニュートラルコーナーから一気に場外、さあ加藤川、さあ小川が来た、おっと顎を砕く、たまらず小峠も来ますが、返り討ちに遭いました。今ね、本来ならね、飛び道具で石森のペースになるところなんですけど、これがね、はい、赤コーナー側だったというのはちょっと不運なのか、小川の方が良かったですね。そうですね、そして鉄柱に打ち付けました。先月下旬の横浜での前哨戦では、あっとまたしても逃げ場のないところ、肩と肘、サポーターこそしてきましたけれども、試合序盤は痛がる素振りはなかったんですが、はい、ここまで食らってしまいますと、ちょっともうこれは隠せない痛みが出てくるでしょう ね、 そうですね、確実にやっぱりそこを狙ってきますよね。そしてリングの中でザックが待っています。今やっぱ小川腕いけって指示出してましたもんね。そうですか、まあ、ザックはね、足も一つの選択肢にあったんですけどね、やはりここは腕に絞りそうです。そこです、体重を乗せます。まあ、石森は体重75キロの軽量ではあるんですけれども、それでもあの腕を一本攻めることであそこまで体が落ち上がってしまうんですね。腕を取ります小川でしたり、その3月にベルトを失った際には、その、ま、悔しさも含めてベルトを使ってこの石森を大流血に追い込みました。その大流血に追い込まれた怒りから、新チャンピオンチームがすぐさま最初の防衛戦に小川ザックセイバーを指名し、そこでまた小川組がすぐに取り返しましたからね。本当に狙い通りですよね、挑発してすぐに挑戦権を得て、はい、ですね、すぐさま取り返して、わずか22日戦下に終わった石森小峠組のチャンピオンチームでした。そしてこの小川ザックセイバージュニア組もすでにこの新チャンピオンとなって防衛1回成功しています。さあニュートラルコーナーのコーナーパッドに打ち付けて肘を固定する、さらにセカンドロープに自らも登って肘をさらに固定していきます。徐々に徐々にこの石森の体にも油汗がにじみ浮かび始めました。そしてアームバーです。腕がピンと伸びています。
なかなかその小峠がリングの中に入って石森を助けるというようなシーンがちょっとそうですね、先ほどね1回だけザックに対してカットに行きましたけど、はい、なかなかカットしづらいポジションで攻撃も仕掛けてますよね。そうですね、まあ、どうしてもこの小川と石森という攻防が注目される中ではありますが、小峠は何としてでもこの試合の主役に躍り出るという意気込みを持っています。そうですね、あの小峠はね、あの本当に強烈な頭突きだったり、はい、ちょっと破天荒なこともしますので、緻密な組み立てをするチャンピオンチームを崩すにはね、そういう思い切った攻撃も必要でしょうね。流れを変えるそのきっかけが小峠を握ってるかもしれませんね。そうですね、ただまだこの石森が捕まる時間が長く続いています。エルボースマッシュを打ちます。このエルボースマッシュ一つ取っても非常に強力なものがありますが、返そうとするとまたこういった形で腕を取られてしまいます。そして早いタッチワークです。小川がまたリングの中に入ります。7月に入りました。まだ梅雨の関東ではありますが、蒸し暑い中ではありますが、あの苦しい表情で小川とザックセイバージュニアの2人は攻撃続けます。攻め続けるチャンピオンチームです。腕を固めて、さらにこの足を使って体重を乗せていきます。いや本当多彩ですね、攻め方が、まあ、いわゆるその技一つ一つを取ってみると基本的な技なんでしょうけれども、はい、こういった流れでこういう連続技で仕掛けられますと、はい、厳しいものがありますよ ね。 そうですね、やっぱり休める時間がないですから、腕を攻められてますけど、腕だけじゃなくてね、やっぱ切り返そうとしている中でスタミナもロスしていってますよね。そうですね、さあダブルの攻撃が出るでしょうか。チャンピオンチーム小川とザックセイバージュニア、ちょっと足元がふらついている石森、ジャックが走り込んでのエルボー、立ち上げるようなエルボースマッシュを猛ダッシュで打っていきました。さらに足を絡めて万字に入っていこうというところでしょうか。いや、首は首を捉えています。首を捉えてもうものすごい角度に曲がっています。さらに小川は加勢します。ちょっとチャンピオンチームの一方的な攻めでチャレンジャーチームは防戦一方です。ちょっと苦しいですね、今のところちょっとこう打開策が見えてこないですよ ね、 ですね。やはりと言いましょうか、その左の肘のあたりにサポーターを巻いているチャレンジャーチーム石森がどうしても捕まってしまう展開。あまりの攻撃でその巻いてきたサポーターも随分と、まあ、短く縮み上がってしまったような、そんな形に変形してきています。それだけこのチャンピオンチームの攻めが長く続いて厳しいと、またしても今度はキックが入りました。やっぱりこう手を変え品を変えされて、石森がこの攻められ方の予測ができてない状態で攻められてますよね。なるほど、今の打撃なんか特にそうですよ ね、 ですね。あ、今懸命にエルボーで使えるこの右肘でエルボーを打っていきますが、うわ、ここはどうするか、返していった。さあここで小峠にタッチしたい。今コーナーで小峠が呼んでいる。さあ手招きする、自分の力で戻れました。さあ小峠リングの中、一旦石森はリングの下に埋め込まれます。さあヘッドバット打っていった、ここ頑張りどころですよね。そうですね、ただ2対1ではちょっと小峠も身が悪い。うわ、さらにもうすぐさま捕まりました。得意の頭突きで打開策、それを見出していこうというところでしたが、おっと顔面ハイキックリバースで DDT を打っていきました。後頭部を打ち付けられました。ザックセイバージュニア場外に2人、小峠が2人を確認して場外に飛んでいくところを、ここは2人はかわしていった。トラスクを入れる、ラリアットを飛ばしていった、連発のトラスック。さあ小峠が試合の流れを作り、この試合の主役に躍り出るでしょうか。まあ、前回ベルトを取った時にも小峠が初めてこのノアのマットでベルトを取って、はい、せっかくチャンピオンになったのにという、あの小川の暴挙がありましたからね。そうですね、全ての余韻を聞かれてしまいましたからね。そうですよね、今日こそは試合後も含めてそのチャンピオンとしての、まあ、余韻も味わいたいところでしょう。飛びついてネックブリーカーを打ちます。カバーに来ましたリングの中央。さあリングの中で試合のペースを整えて、スランダイブ、あっと膝。さあ今コーナーでは石森も戻りつつありますが、まだ体勢は十分には立て直せていないでしょう。となりますと小峠が試合をもう少し成功を作っていきたいところですが、バックドロップ、ようやく今石森がコーナー立っています。エプロンサイド、ただ今小峠もバックドロップを食らいましたので、簡単には戻れないかもしれません。ここで先にタッチしたいんですけど ね、 ですね、小川を孤立させる展開に持っていきたいですよね。小川がさあ、ダックセイバー落とした、
チャレンジャーチームとしては狙う的は小川でしょうか。両膝体勢崩れた、さらに距離を取る猛ダッシュの膝、連発で打っていきました。やはりその攻められた時間が長い分、最も汗をかいているのはこの石森泰治、褐色の肌が汗で光っています。どうぞ。さあ石森が飛び技をどうやら見せそうですが、小川はどうだ、見ているか。わあ、ここは膝、何やらもう何をしても小川には全てお見通しかのような、さらに ね、あそこからのダブルニーは得意なんですけどね。そうですよね。そしてまた肩を強打されまして、脇固めの体勢、小峠カットに入りましたが、ザックセイバーもすぐさま加勢。さあまた肩だ、また肩を打鉄柱につけられました。さらにすかさずバックの高い高角度。さあさらにまたこの肘を固めます、左の肩、そして肘がっちりと固めました。これで相当のダメージを今全体重を乗せて浴びせています小川。小峠のカットが早く間に合いましたが、今場内からはブーイングも起こってますんで、これはいやそうですね、やはりこのチャンピオンチームの、まあ、老練なこの技、この辺りを魅了されているファンが多いこの有垣コロシアムではありますが、あーっとこれは誤爆だ。いやこれは小川がよく誘いました。ちょっとこれは試合の流れを左右しかねない。そうですね、ドラスクが石森に引っ越してしまいました。これは大きなミスが出てしまいました、チャレンジャーチーム。これもはたき落とされた、さらに肘を押さえる、うわーっと正面から蹴り上げられました。大ピンチ、また腕きますよ、また腕きた、腕尻を狙う、ロックがほどけるか、ほどけた、今どうだ、もれ込んでいるが切り返してまた腕を固めに行きます。さあ今ザックが小川を呼んだ、完全にチャレンジャーチームを分断しようという流れ。あさあおっとどうだ、丸めているのは石森だ、おっと肩を上げました、ザックスリーバーヘッドバット、ローリングクラッチで丸めているのはザックスリーバー、さらに1回転してもう1回、さあぐるぐる回してさらに体重を乗せてこの両腕を固定しました。これは厳しい体勢です。さらに丸めてカバーにっていう、危ないところ、数カウントで肩を上げましたが、さあ飛びついて腕尻を狙うところをどうだ、石森が持ち上げる、左肘を痛めている石森がザックセイバーを持ち上げました。すごい力ですね。はい、ただでさえその痛めつけられていますが、よく持ち上げました。さらに小峠です、助走をつけての膝、そして小川を分断してカバーに小峠、早い展開になってきました。すでに15分を経過しています。スワンダイブ式ボディープレスを狙った小川が、しかしもうカットの体勢、目まぐるしい動きになりました。石森が後ろに回る、場外に小川を分断落とそうかというところですが、おっと自ら、これは何か小川が誘っているんでしょうか。リングの中ではキルスイッチを小峠が狙いますが、両腕を取る、後ろからヘッドバット、後頭部にヘッドバット、あっとここはかわしていった小川が今リングの中に戻っています。さあレッグラリアットを打ち、小川も少し何かダメージが残ってるでしょうか、頭打ってますかね。さあ、あっと今コーナーに登ったザックセイバーを今膝で叩き落としました。さあ両軍分断の状態の中、試合の権利があるのはこの小峠とザックセイバーですが、エプロン材が危険だ、足を絡める、ハーフネルトンも狙っている、今度はザックセイバー逃れようとする小峠、ヘッドバットを打つ、トラスクヒット。さあここはチャレンジャーチームにチャンスが生まれました。おっとここで強引にドアーッとしてった小川のカットは間に合うか、チャンピオンチーム分断します。さらに後ろから石森、さあここはチャレンジャーチームもチャンスの場面、あっとしかし小村に入った、小村ツイスト、ここはわーまたしてもまたしておっと、これはちょっと不安な動きだ、
そうですね、小川が、ね、得意とするようなことですよね、はい、裏をかきましたね。精神面でチャレンジャーチームが上に行きました。さあこれは最大のチャンス、ここでボールを潰していった、攻撃を食らい潰していきました。どうだっと、しかし小川のカップが間に合いました。今流れはチャレンジャーチームですね。チャンスですよね、ここは、小峠が主役に躍り出るか。魔法を絞ったのはザッケーバージュニア、ヒルズ一丁狙うがバックになった。ハーフネルソンか、切り返す、もう一度フルネルソンだ。正面からヘッドバットかわしていった、あーわーっと速い、おーしかしヘルボースマッシュ打ち込んでいって、あー正面からヘッドバット、そして速攻のヒルスイッチ、前回の悔しさを前に、この7月の有明夏の陣で新チャンピオン誕生です。第22代新チャンピオンチーム石森小峠、最後は佐久間さん、本当に早い展開の中ではありましたが、はい、そうですね、まあ、ワンチャンスを逃さずにというところですよね。そうですね、はい、あの小川を分断したのが良かったですね。そうですね、はい、小川がザックセーバーをちょっと、もっとわーっと小川バックドロップ投げ捨てる。小川の動きが読めません。あっと、しかし、あー今チャンピオンチーム、新チャンピオンチームがザックセーバーを、まあ、助けに行く形になりましたが、佐久間さん、まあ、ベルトを失った悔しさは当然あるんでしょうが、はい、小川の動きが不穏ですね。そうですね、まあ、ね、この後ね、タックリーグがありますけど、そうなんです、どういう行動に出てくるでしょうね。ジキツアーでは1.2歳のジュニアタックリーグ戦が行われますが、この小川ザックセーバージュニア組も当然エントリーしてますが、ちょっとこれは怪しい雲行きになりました。一方の新チャンピオンチーム石森小峠組、王者として、はい、今度はタックリーグに挑むことになります ね、 ね、昨年の悔しさをね、晴らしてもらいたいところですよね。そうですね、この有明のマットの上、4大タイトルマッチ、まず最初に行われました GHC ジュニアタッグ選手権試合は18分15秒、この石森小峠組が再びその腰にベルトを取り戻す。最後は小峠のキルスイッチからの、ま、目まぐるしい攻防を締めくくった小峠が奪ったピンポール、見事な鮮やかな逆転勝利でした。まあ、石森が一応攻められている時には相当危なかったと思うんですけれども、はい、そうですね、危ない場面は、ね、何度もありましたけど、やはりこれは過去2回の戦いの経験というのが生きてましたね。なるほど、はい、今年に入って3度目のこの両チームによりのタイトルマッチになりましたが、あの4月に失った悔しい中での初防衛失敗から3ヶ月の時を経て、再びその腰にベルトを取り戻しました。第22代新王者チーム誕生、 7.5 有明コロシアムのリングで石森小峠の2人が今一度そのジュニアタッグの青い日本のベルトを取り戻しました。そしてこの石森小峠の2人がチャンピオンチームとして日テレ人団体のジュニアタッグリーグに、この過去にも優勝経験のあるこの2人が今一度王者としてリーグ戦を制し、真のノアのチャンピオンとして最強のチームとしての証明をする夏の戦いがこれからまた始まりそうです。